おはようございます。元旬代理メンバーの星翔です。今回は僕が大学4年生の4月5月ぐらいのタイミングの時の就職活動の時の再現動画になってます。はい、前回はキーちゃんと2人でキーちゃんの動画のコメンテーターみたいなことやってたんですけど、今回は僕1人で、すいません。はい、ということで朝起きましたね。僕は今回ですけど、面接がある1日っていうのを想定してて、旬代の仕事とかと兼ね合いしながら、就職活動やってたっていう感じなんですが、まずは朝起きて僕は結構スーツに着替えるっていうことが多かったですね。結構面接って朝に入れた方がいいみたいな話を聞いたことがあって、面接官1日中面接してるから後にするとちょっと大変みたいな話を聞いて、確かにそれ一理あるなと思って、結構朝方に面接入れることが多かったので、結構すぐスーツ着てすぐ準備するみたいなのが多かったですね。前日までになんとなくは準備してるんですけど、結構当日の30分前とかに結構動画見直したりとか、その企業の説明動画とか YouTube で調べたりとか、ワンキャリアとかオープンワークとかでちょっと情報を調べて、改めてあ、こういう会社だったなっていうのを思い出したりとか、あ、こういう話あったわみたいなところを結構調べてました。で、その上で僕は結構就活の軸みたいなところをどの企業に対して同じことを言っていたの で、その僕の軸、例えば新しいことに挑戦できるけど安定した環境があるみたいな軸があったんですけど、そのが当てはまってるような、その会社の制度だったりとか、話し方だったりとか環境だったりみたいなところを調べて、あ、これ言おうかなみたいな感じでまとめてました。で、これ面接なのでやっぱ清潔感とか、そのネクタイの位置とかを結構気にしてましたね。お願いいたします。はじめまして、よろしくお願いいたします。私、名前が星翔と申しまして、で、なんか最初自己紹介してくださいみたいなことを言われた時に、僕は結構部活とよくエンジン話を30秒ぐらいで話したんですけど、そうするとなんか面接官の方もすごいそういうとこ深掘ってくれるので、僕は本当その2つが話しやすかったので、その話ばかりしてましたね。で、一度はやめようかなと思ったこともあったんですけれども、本日よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。失礼いたします。これあれなんですよ、面接切るタイミングめっちゃ難しいですよね。なんかありがとうございますって言って一瞬顔上げてから切った方がいいのか、なんか相手がいなくなるまでずっと待った方がいいのかみたいな、難しい葛藤ですね。あで、これちょっと面接終わって結構疲れちゃうんで、お昼寝じゃないですけど一回ベッドで30分だけ寝ようみたいなことやってました。 YouTube でなんか30分後にアラームがつくけど快適に眠れる動画とかあったりしたんで、そういうの聞いてましたね。いや、これ眠いんですよ。もうちょっと寝ようかなとか思ったりするんで、人に日によってはね1時間ぐらい寝ちゃったりしたんですけど、よく寝坊して僕怒られるので気をつけなきゃいけないですね。あ、で、これは僕は今何をやっているかと言いますと、結構僕は就活を真面目に捉えつつも、なんか就活だけってなるのがすごい苦手だったタイプだったので、ちょっと面白そうなイベント、自分が楽しみながら就活できそうなイベントとかを探したりしてて、なんか有名なやつだとジョブトラとかあったりするじゃないですか。あとは YouTube でなんかライブめっちゃやってますみたいなのとかあったりするじゃないですか。なので僕はそういうの探してやったりとか、見たりしてましたね。対面とかあったらめちゃくちゃ珍しいんで行っちゃおうみたいなのやってました。なんか自己 PR 練習会みたいなのがあったりとかしてめっちゃおもろかったですね、そういうのは。スラック、これはあれですね、スラックっていうのは社内のコミュニケーションツールみたいなやつなんですけど、それを旬ダイアリーで使ってたので、ダイアリーの仕事で、合間で見て連絡返したりしてました。よろしくお願いいたします。突然急なご連絡にもかかわらず答えいただきましてありがとうございます。あ、これはでも OB 訪問やってますね。はい、OB 訪問なんかこの時期ちょうどギリギリやってた時期とかで、 OB 訪問しないで就活の面接行くのちょっと怖かったので、1企業にあたり1人か2人ぐらいは OB 訪問しとこうかなと思って、結構 Facebook とかで連絡取って返事返ってきてくれたら面談させてもらうみたいなことをしてましたね。で、これは僕夕飯を食べてます。もう夕飯かよって感じですけど。で、これは僕あれですね、自販機に缶コーヒーを買いに来てます。ちょっとなんかその缶コーヒー買いに行く感じがなんか自分でよしみたいな、なんか一個スイッチが入る感じがしますね。こ
それは旬ダイアリーの仕事をやってるような気がします。でダイアリーの仕事結構僕この時は SNS 結構メインでやっていたので SNS やったりとか、あとは営業もやってたので SNS の投稿を作る時間があったら投稿を作って、あとは空いてる時間があったら、まあ、商談とか、あとはアポの手紙いろいろあるんですけど電話かけたりとか SNS で連絡したりとかして、まあちょっと空いた時間で旬ダイアリーの仕事をするっていうのが日課でしたね。はい、ということで僕の一日の方を終わらせていただこうと思います。皆さんもちょっと就活で今ちょっと大変というか直したり受かったりするなんとも言えない時期だと思うんですけど、ぜひ頑張ってください。すいません、失礼しました。星かけるでした。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。